LCC スポコンラジオ。こんにちは、 NCC アナウンサーの岩本忠成です。こんにちは、 NCC アナウンサーの吉永隆二です。スポコンラジオ、この番組は長崎県のテレビ局長崎文化放送が毎週月曜日に放送しているスポーツ番組、スポコン長崎という番組の裏話や長崎のスポーツに関する話題をお届けする番組です。はい、NCC 公式 YouTube チャンネルで音声のみの配信でお届けします。はい、今日は2024年2月19日に収録しています。はい、3回目の放送ですね。はい、そうですね、今日3回目ですね。はい、ちょっと慣れてきました。いやー、そうですね、いやまだちょっと喋りながら毎回自分のやつを聞いて、あ、もうちょっとうまく喋れたなとか反省してますけど、なんかでもなんか好きな話題を毎回ね喋ってるので、そういう分では楽しくできてますね。テレビとね全然違うから、まあ、そうですね、若干変な緊張感はねありますよね。慣れてないことをやってるなっていうことはありますよね。はい、徐々に慣れていきましょうね。そうですね、はい。今週末はですね、長崎県では皇帝パレードが、ランタンフェスティバルの皇帝パレード特別版が行われましたね。あ、先週末ですね。あ、先週末、はい、はい、行われましたね。はい、福山さんと、はい、仲里依紗さん、そしてものすごい、うん、ね、観客の皆さんすごかったですよね。長崎の街が揺れてましたね。僕は映像でしか見てないんですけども、はい、あの熱気、もうなんか画面を通してでも熱くなりましたね。はい、もう出島からスタートして、はい、出島メッセ長崎まで、はい、ね、かなりゆっくりこう進んでいきましたけど、はい、たまたま私も、はい、あの 見られたんですよ。はいはいはい、あ、もう私ね、福山雅治さん見て、はい、55歳こんなかっこいい55歳が世の中にいるのかなって凛々しすぎましたよね。なんかオーラがものすごいですよね。もうね、素敵な衣装で、はい、メイクもバッチリされて、はい、で、みこしに担がれて、はい、で、なんかこう観客の皆さんをこうカメラで撮影しているのが、はい、印象的でしたけど、やっぱ福山さんもね結構感動されたんじゃないかなと。そうですね、あの一番初めに出島のですね、あそこ橋を渡ってきた時の帰ってきたばいっていうのが、ね、かっこいいと思って、いや嬉しかったですよね。長崎が盛り上がっていく様子をですね、はい、お伝えできるのも嬉しいですね。そうですね、私たちはね、はい、せっかくこの、ね、ラジオを始めましたから、はい、この番組もしっかり、はい、今年は盛り上げていきたいです ね、はい、ですね。新旧スポコン MC、 NCC スポーツ大好きアナウンサーの2人でお伝えしていきます。ラジオ感覚でぜひ気軽に聞いてください。 NCC スポコンラジオはスポコン長崎現 MC の岩本忠成と初代 MC の吉永隆二がお届けします。スポコンラジオ目指せ再生回数100万回。それは言い過ぎ。さて今日は2月24日土曜日に開幕戦を迎えるビファーレン長崎について語っていきましょう。いや、いよいよ開幕ですね。そうですね、開幕しますね。 J2 リーグ、もう J リーグが週末に行われるっていうのが、はい、なんかもう本当に幸せなんですよね。なんかすごくこのなんかオフの期間長かったように感じますね。うん、いやそうですね、はい、ただね、去年12月までリーグ戦行われてたんで、はい、確かに間は 1,2 ヶ月しかまあ空いてないっちゃ空いてないんですけど、確かに、まあ、それだけね、はい、待ち望んでる方もそうですね多いでしょうから ね、今年のビファーレンは話題がたくさんですからね。明治安田サッカー J2 リーグがいよいよ今週末に開幕です。はい、ビファーレン長崎は24日土曜にアウェーで藤枝マイ FC と戦って、ホーム開幕戦は3月2日トラスタでホーム開幕戦仙台と対戦します。はい、NCC にはですね、先日下平隆弘監督が来てくださって、私インタビューをさせていただきました。いや、インタビューしてましたね。はい、羨ましかったな。いや、監督就任が決まったのが木曜日、それで来ていただいたのが翌日の金曜日、先週の木曜日に、はい、ね、発表があって、はい、翌日来てくださって、はい、もう就任ほやほやの声を聞かせてもらって、いやーこれアナウンサー冥利に尽きると言いますか、その声を聞けたっていうのはすごく嬉しかったですね。 NCC 的にもね、はい、タイミングバッチリでしたね。本当ですよね。もう下平さん、いろんな言葉語っていただきましたけども、目標として挙げてらっしゃった J2 優勝、 J1 昇格、チームとしての目標なんですけども、もう監督がもう自身の言葉で熱く語っていたのが印象的でした。うん、かなり長くインタビュー、ね、してましたけど、そうですね、はい、監督さんのなんか素の部分とかちょっと見えました？印象どうでした？いや、なんか
やはりその監督さんとして年齢もですね52歳ということで僕もかなり離れているのでちょっと緊張もするし、まあ、緊張するよねそれはね、恐れ多いって部分があったんですけども、うん、話してみると本当柔らかいっていうのが今の印象でですね、うん、趣味の話を聞いてもですねいろいろたくさん教えてくださるし、フランクな方だったなと思います。青森県ご出身なんですね。そうなんですよね、青森県出身、ね、柏レイソルをずっと率いてたっていう、こう、はい、イメージがありますけれども、その下平さんが今年監督としてね、はい、開幕を迎えられるっていうのが、はい、長崎からすると嬉しいですよね。僕も会って初めにですね、それまではずっと原稿とかでもヘッドコーチっていう呼び方だったので、はい、今日からは監督って呼んでいいんですよねって言っちゃいましたね、うん、字幕スーパーもねヘッドコーチで用意してたと思うんだけど、はい、急遽ね全部監督にね修正してましたもんね、はい、ね、いやなんかでもね、うん、監督って呼べるのが嬉しいですね、はい、下平さんのその趣味の話を聞いた時に、監督のご趣味、はい、はい、ヘッドコーチ、あ、ごめんなさい、監督はちょっとここで間違えちゃダメでしょ監督ね、監督ですね、はい、監督は筋トレが趣味だということで。そうなんだ。はい、いやもうそのご自身の X にも自分の裸の写真、上裸の写真を上げてらっしゃって、それは1年ほど前の写真だそうなんですけども、はい、もう本当にバッキバキでビファーレン その公式の SNS にもですね、沖縄でのキャンプの様子のが上がっててですね、うん、もう鍛える様子、胸がパンパンで、いやーね、私もちょっとその写真見たことありますけど、はい、もうねお腹の部分はもう洗濯岩みたいな、ね、洗濯板みたいになってて、はい、胸はねもうまん丸で、はい、ねその話をした時にですね、下平さんが自ら触ってみますかって言ってくださって、触らせていただいたんですけど、うわなんてありがたいこと、パツンパツンでしたねもうはち切れるんじゃないかと、胸筋がすごいんだ、はい、でもまだ今はまだもう落ち着いた方で、1年ほど前はもっとすごかったみたいなことをおっしゃってましたね。あ、そうなのね、はい、その様子をですね、今日のこのインタビューしましたっていう写真を SNS にですね、スポコンの X に上げた時にコメントをいただいたのがですね、うん、はい、大分のサポーターの方からコメントをもらったんですよ。あら、去年まで率いていた大分トリニータ、はい、でその時の取材の様子、大分 そのサポーターの方なんですけど、大分のテレビ局ではこんな取材をされてましたよみたいな写真をもらってですね、はいはい、それがおそらく大分を去る時だと思うんですけど、温泉に下平さんに入ってもらってお話を伺ってる時の様子で、うん、なるほど、その体バキバキで長崎でも下さんのこんな一面を引き出してください、うん、みたいなコメントがあってですね、うわ大分の時にもいろいろそんな取材もあったんだなと思ってですね、じゃあちょっと岩本さんがね、はい、シーズンオフに下平監督をね、はい、どこか温泉にお連れしてそこでインタビューを、ね、いや選手がやっぱ取り上げられがちですけども、監督のそんな一面もね、どん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 出していきたいなと思います。いや、ね、楽しみですね、はい、いや今年ね新戦力も加わりまして、はい、かなりいいメンバー揃ってるんですよね。そうなんですよね、今シーズン新加入のメンバー8人です。8人の新加入、はい、うん、紹介させてください、はい、まずゴールキーパーで新加入したのが若原智也選手24歳、はい、うん、J1 の京都からです、はい、ディフェンダーは最大の4人が加わりました。イーボー龍太郎選手、イーボー龍太郎選手、33歳で J2 の秋田から、うん、新井一輝選手30歳、 J2 の千葉から、そしてマヨマルコム、モヨマルコム、モヨマルコム強選手22歳、法政大学からのルーキーです。そして田中隼人選手20歳、J1 柏からです、はい、ディフェンダーは4人も加入したんですね、はい、そうですね。続いてミッドフィールダーは2人、山田陸選手25歳、うん、J1 の名古屋から、はい、西村蓮選手18歳、ビファーレンのユースからですね、昇格です、はい、でフォワードが七村青人選手、うん、西村選手と同じビファーレンのユースから上がってきた選手です。へ、以上8人の選手ですね。いやーね、長崎に入ってくれて嬉しいですし、はい、これちょっとねいい補強できてるんじゃないですか。そうですよね、8人ってこの加入はかなり多い方じゃないかなと思う、うん、どうですかね、毎年ね結構入ってきてはいるんですけど、はい、本当ですか、うん、いい選手がね今年も入ってきてくれたっていう印象ですね、はい、私この中でですね注目しているのがですね、ディフェンダーの田中隼人選手なんですよ、うん、身長188センチ、わ高いです ね、 ですよね、大柄なセンターバックの選手で、うん、柏レイソルからの加入なんですよ。あ、この選手もレイソルから、はいはい、うん、でユース時代に下平監督と同じチームでプレーもされたことがあって、世代別の日本代表にも選ばれた経験があるんですよね、うん、で
左利きということでその部分もね貴重ですし、かなり貴重だ、はい、ディフェンス面ももちろんねセンターバックなどで期待もされているんですけども、攻撃参加っていうところがですね下平さんが期待しててですね、前回お話を伺った時にも田中選手の攻撃参加かなり大きな戦力になるんじゃないかなっていう話もありました。なるほど、じゃあ下平監督はレイソル時代の田中選手の特徴もまあ知ってるとそうですねいうことなので即戦力ですね。そうですね、そこの、ここの場面で活躍してほしいってところが下平さんの采配にもうまくパンとはまったら面白いんじゃないかなと、うん、なるほど、はい、岩本さんのじゃあ注目ですね。そうですね、田中隼人選手まだ20歳の若い選手、若いですね、はい、期待です。なんかインタビューとか見てたら結構落ち着いてる印象ですよ ね、その練習の時の取材でもですね、うん、なんかもう淡々と答えてるのが印象的で、なんかそういう部分でもでもなんかそういう多分二十歳なのでお茶目な一面もインタビューでは聞けたらなとは思いますね、うんうん、そうですね、なんかね、はい、田中選手の良さはね、はい、どんどん引き出して、ね、はい、行きたいです ね。吉永さんは注目選手はいらっしゃいますか？そうですね、まあ、去年ビファーレンはあのゴールキーパーの畑野選手が、まあ、全試合出場してたと思うので、はい、その畑野選手が FC 東京に帰っちゃったんですよね、はい、レンタルバックして、なのであのゴールキーパーどうなるのかなって思ってたら、はい、あの若原智也選手、はい、24歳を獲得してくれたんで、おそらく若原選手が、ね、ゴールマウスを守ることになるのかなと、はい、ちょっと予想してるんですけど、はい、あの去年は J1 の京都でプレーしてまして、はい、で各世代別の日本代表にも選ばれていた選手らしいの で去年も J1 の舞台で開幕からスタメン出場してたってことなので、はい、ちょっと今年ね若原選手やってくれるんじゃないかなと。 J1 での経験があるっていうのは、うん、この J2 においてもかなり有利と言いますか、いや素晴らしいですよね、はい、やっぱり高いレベルでずっとゴールキーパーやってくれてたので、はい、うん、ね、ちょっと去年失点数も多かった印象ですよ ね、はい、ビフォーレン失点数が42試合で56失点、うん、リーグでは8番目に多かったんですよ、ね、なるほど、はい、得点は70点でリーグ4位だっただけに守備の立て直しが今年は課題かなというふうに思います、うん、あの下平監督も、まあ、就任当時の話聞きましたけど、はい、ディフェンスへの意識っていうのをかなり強く持ってましたよね。そうですね、話聞いててもそう思いました。今年の目標の一つに失点数が数字として35点以内ってことを具体的に明確に言われていまして、今季、リーグ戦の試合が少し減って38試合になるので、うん、1試合の平均失点数を1点未満、38試合で35点未満に抑えたいということで、でその35という数字がどうしてなんですかってことを聞くと、 J1 に昇格しているチームがだいたいこれぐらいの失点数で、いやなるほどね、過去のデータも参考に設定されたそうですね。あの去年、まあ、42試合で56失点しているビファーレンですから、はい、35点以内に抑えるとなると、はい、かなり減らさないといけないですね。ですね、なのでそういう部分ではディフェンダーが4人加入してますので、うん、はい、飯尾選手、新井選手、モヨマルコム選手、田中選手、この4人が鍵になってくるんじゃないかなと。ね、もちろんね前線の選手とか中盤の選手との連携もね、はい、必要だとは思いますけど、はい、いやどんな試合してくれるかね。そうですね、これまでにトレーニングマッチを沖縄などでですね、うん、何試合かやってるんですけども、下平さんそこに関しては守備に関してある程度の手応えを掴んでいると話していたので、もう期待していいんじゃないかなと思います。いや楽しみですね、はい、あのねさらにビファーレは今年はね、はい、なんといっても新スタジアムがね、そうなんですよね、秋にできるから、はい、シーズンのリーグ戦では残り3試合がスタジアムシティで試合ができる、うん、今シーズン3試合使えるんですね、はい、わー楽しみですね。なのでそこがですね優勝争いなんかになってたら、うん、もうピースタが埋まって、はい、もう盛り上がりできたらなと思いますね、うん、いやそうなったら最高なシーズンですね。はい、いやそこ取材に行かせてもらえたらもう、うん、そんな嬉しいことはないですね。いやもう記者もみんな行きたいでしょうから、はい、取り合いになるかもしれませんね、うん、いやそうですね、あのねスタジアムピッチの方から取材させてもらえるなんてめちゃくちゃ嬉しいですし、うん、かなり近いんでしょ観客席からもね。そうなんですよね、サッカーのスタジアムって、ね、陸上競技場と兼ねてることがあってトラックがあるところも多いと思うんですけど、うんうん、はいはい、そのトラックがピスタはなくてですね、うん、もうサッカー専門のスタジアムなので選手と、ね、サポーターの距離も近いと聞いています。いやー楽しみですね、はい、本当にね。まずは開幕戦が24日、うん、はい、藤枝マイ FC との対決となっています。あの藤枝マイ FC って、はい、あのまあ、静岡のチームですけどね、はい、あのジュビロもあったり、ね、はい、清水もあったりしますけど、はい、
藤枝マイ FC ってあの、ね、最近 J2 に上がってきたばっかりだと思うんですけど、はい、あのメンバー見たらあの国見高校出身の中島大佳選手が今年、はい、あの札幌から、はい、あのレンタル移籍してるんで、あのちょっと長崎のファンからしたらね、はい、中島選手のちょっと出場っていうのもねちょっとね注目のポイントに、国見高校出身ですか、うん、あのパリ五輪世代なので、あ、ね、なるほど、当然中島選手はパリ五輪にね、はい、メンバー入りしたいと思ってると思いますから、いやビファレン応援しながらちょっと中島選手の活躍も注目ですね、うんうん、そうですね、ちょっと大暴れしない程度にあの頑張ってもらってですね、ですね、そこも注目して見ていきたいと思います、うん、あとね個人的にはね、はい、藤枝マイ FC の監督が須藤大輔さんという方で、はい、私実はねあの山梨放送にいた時に解説ずっと須藤さんにやってもらってたんですよ、私を実況者として育ててくれたのは須藤さんなんですよ、だからちょっとねそういう恩もあって藤枝マイ FC にもねちょっとね頑張ってもらいたいといういやー吉永さんもうなんか今の話聞いてると藤枝の方にちょっと寄っていってませんか。いやいやそんなことない、そんなことないですか。あの去年あの、はい、須藤さんにちょっと LINE させてもらったんですけど、はいはい、あの J2 盛り上げてくるぞつって逃げてねって言われて、はい、いやもうぜひ盛り上げていただきたいんですが、はい、ね、ビファーレンにも開幕勝利は絶対必要なんで、はい、ちょっとねもうドキドキしながら、はい、見たいと思いますね。もう本当楽しみですね、はい、いやね、ビファーレン開幕戦がアウェーですけども、市役所でパブリックビューイングもその時間帯に、あ、はい、いいじゃないですか、あるということで私はそれの取材に行く予定なので、うん、楽しみですね、はい、なんかそこでねなんかアウェーですけども、うん、長崎一体となって応援できたらなと思います。あの去年 J2 優勝した町田もやっぱり開幕からスタートダッシュ決めて、はい、そのまま逃げ切ったっていうイメージがあるんで、はい、ビファーレもね、はい、開幕戦40あ今年38試合か、はい、38分の1といえども大事な、そうですね、うん、そこで勝って3月2日のホームにいい流れで帰ってきてほしい。いやぜひ連勝してほしいですね、はい、2018年以来の J1 昇格へ楽しみなシーズンが始まります。スポコン長崎は毎週月曜午後6時半から絶賛放送中です。チャンネルは5チャンネルです。ただなりの陸上大好き。はい、ただなりの陸上大好きのコーナーです。すいません。はい。前回とコーナー名変わってません？あ、前回ですね。岩本ただなりの陸上大好きだったんですけども、はい、ちょっと変えてました。どうなったんでしたっけ、ただなりの陸上大好きになりました。岩本を取ったんですか。そうですね、下の名前をもっと皆さんに覚えていただこうかなということでただなりの陸上大好きに変えました。え、取るならただなりを取った方がいいんじゃないの。いや、岩本ののがいいんじゃないの。とりあえず今回ただなりに変えてみましたなんだよそれいやちょっとねなんかね、これを公開した時にですね、いろんな方からそのままじゃんとかいろいろ言われたので、はい、まあ、ちょっとコーナー名を変えた方がいいかなとも思いまして岩本をなくしたと、はい、そうですね。ちょっと意図がよくわからないですけど、ちょっと社内でまたいろいろとこのタイトルをね聞きながら、まあ反響をちょっと聞きつつね、はい、来週だと思って、はい、とりあえずじゃあ今日はね、はい、それでいきましょう。はい、今回の話題はですね、私が楽しみにしている大会がありまして、それが3月3日東京で開かれる東京マラソンです。お、いよいよですね。はい、なぜこの大会僕楽しみかというとですね、パリオリンピック出場へ長崎勢の活躍がすごく楽しみなんですよ。まず三菱重工からですね、大注目のあの選手が出場します。ね、まさか。はい、駒沢大学出身、あ、慶応高校出身、駒沢大学で今卒業されて三菱重工入社4年目、山下一貴選手です。山下選手ね、はい、ちょっと楽しみですね。そうですね、ですね、山下選手去年のこの大会で日本人トップの記録を出されて2時間5分51秒ですね、早いですね。で、はい、でに日本人トップで世界陸上まで出場されて、うん、世界陸上では惜しくも12位ということで、もう一時はメダルも見えるんじゃないかなという位置で走っていたんですが、いやあれね、もう興奮したよね。いや僕も会社のテレビで見てたんですけども、うん、周りに人がいる中ちょっと騒いでましたね、一人で抑えきれなかった、はい、いやもう本当にドキドキしたレース、まあ、惜しくもね結果は入賞にはなりませんでしたけども、だからこそ今年のパリには燃えていると思います。去年の東京マラソンと同じコースですよね。はい、変わっていません。じゃあ山下選手も熟知されてるでしょうから、はい、相性がいいんですよね。うわ
ー楽しみですね。なので今年もですね日本人トップ、うん、そしてこの大会がパリオリンピックの選考ということで MGC、昨年ですね行われた MGC で、パリオリンピックの代表選手はもう3枠中2枠は決まっていて、そうでしたよね、はい、なのでファイナルチャレンジ残る1枠がかかってます。いやー厳しい戦いだけど、はい、ぜひ掴んでほしいですね。そうですね、今のところ MGC のその3枠目っていうのはですね MGC で3位に入った大迫傑選手が、はい、仮で内定しています。タイム結構良かったですよね。そうですね、でもタイムに関しては山下選手は設定記録2時間5分50秒を突破すればほぼ内定するということで。そうなんですね、はい、他にも大阪マラソンがまだ残っているんですけども、うんうん、大阪マラソンよりも東京の方がタイムが出やすいということもありまして。そうなんだ、はい、山下選手は、ね去年2時間5分51秒ですから、そういう部分ではそっか、はい、自己記録を更新ね、まあ、自己記録の更新っていうのが難しいんですけども、うん、そこを目指して頑張ってほしいなと思っています。あれ岩本さん今年、はい、年末かな年始かな山下選手にインタビューしてましたよね、はいはい、年始ニューイヤー駅伝終わって4日後の 1月5日にですね新年の抱負ということでお話を伺いに行ってきました。山下選手の印象はいかがでしたか。いや山下選手も僕ももちろんねテレビで見てて、ね、スマイルがね可愛いなっていう印象でしたけども、うん、やっぱ会ってみて話してみてもちろんね僕よりも年上なんですけども柔らかかったなと、なんかテレビで見ているよりもあなんか意外とそんな、 なんかかん、選手陸上の選手でその試合のことに対してあまりなんか裏側としてあまり喋ってくれない選手とかも多いなっていうのが僕その自分現役時代の印象で、なんかあんまり裏側あんま喋らずになんか淡々ともう結果で見せるって選手が多いなっていうのが僕の陸上選手のイメージなんですけど、山下選手は裏側ももうパリオリブダペストのですね世界陸上の時もですねもうなんか自分は走りながらメダルも見えてきた位置の時にあテレビで見てる日本の方々もこれは僕が自分が面白いレースできてるんじゃないかなと思って走ってたら釣っちゃったんですよとかそんな話もしてくれたりで、じゃあ結構冷静にそうですね、うん、客観的に見られてるんですね。そうですね、その山下選手がその1月5日に話を伺った時にですねファイナルチャレンジはもうすでに狙うという話はされていて、うん、そこでですね目標で話していたのが2時間5分を切りたいと。え2時間5分50秒じゃなくて、はいはい、2時間5分切り、はい、すごいなそれ。もう日本記録も更新できるようなそんな記録を狙いたいんだと。それがですねその根拠として何を挙げたかと言いますと、監督の話で監督がうちの練習をちゃんとやれば2時間5分を切れると、うーんもうすでに言われたと。へなので4分台を目標にしたいと。でも監督がそうおっしゃるのことを信じられる理由として挙げていたのがですね、逆に今のうちの練習では2時間3分台は出ないんだと。三菱重工の練習で、はい、うん、今はまだそんな練習はやってない、だからでもに、日本記録ぐらいだったら出せる練習はできてると。その先はまた練習内容を考えないといけないけども、うん、今の練習で2時間4分台は出るということを言われたので信じられると。じゃあかなり厳しい練習を積んできたんですね、はい、そうですよね。なのでなんかそんな言葉も聞いていたので、で冷静に2時間5分51秒を超え自己ベストを更新してですね MGC の、ファイナルチャレンジパリオリンピックの枠をですね掴んでくれるんじゃないかなと思います。もう一人でも多くね長崎からパリオリンピックに出てほしいですから、はいはい、そうですね、三菱重工からはですね、うん、あとですね定方俊樹選手出場します、うん、強いですもんね、はい、2020年の東京ではですね2時間7分20秒これも東京で出された記録なので、うん、な東京との相性はいいと思いますね。定方選手ね安定感ありますしね、はい、そうですね、うん、なので三菱重工からこの2人が出場するということで、はい、いや楽しみですね。長崎勢の活躍がすごく楽しみです。市高スマイルが見られますかね。いや見られるでしょう、はい、終わった後のインタビューとかもね、はい、楽しみですよね、はい、ということで今回は3月3日に行われる東京マラソンについてお話ししました。さてエンディングです。吉永さん3回目でしたけどもいかがでしたか、うん、今日はね開幕直前ということで、はい、ビファーレ長崎の話をね、はい、させてもらいましたけど、もうね本当に楽しみですよね。いやー2月24日待ち遠しいですね。だってシーズン終盤に、はい、新スタジアムで戦えるっていうこんな素晴らしいモチベーション、はい、他にないと思うんですよ。いや今年ですねビファーレにとって本当メモリアルな
1年になる、ね、監督もおっしゃってましたけども、ね、歴史的な1年になると思いますね。もうねぶっちぎってほしいですね。ですね。できることならね、ぶっちぎって J2 優勝、そして J1 ですね。あの先日ね下平監督が NCC に来てくれて、はい、私も最後ちょっとご挨拶できたんですけど、はい、あのやっぱり今度のスタジアムに監督さんも相当期待されていて、あの柏レイソル の本拠地であるあの日立大、あの千葉県のレイソルの本拠地、あそこもサッカー専用スタジアムで、もう観客と選手との距離がものすごく近いんですけど、それ以上のスタジアムになりますよっておっしゃってくださったので、暑いねえ、いやー楽しみですね。とりあえずそこのね残りシーズン3試合までをいい形では行ってほしいけども、うん、その3試合が見たい、ね、結構ね、はい、大事な3試合になると思うので、はいね、そこまでにいい流れでつなげてもらいたいですね、はい、そこのチケットすごく取り合いになるでしょうね。プレミアムチケットですよね、はいはい、まあ、どんな形で ねチケットの情報とかもわからないですけども、うん、もう今から情報になるでしょうね。早く行きたいね。ホテルの部屋からね、はい、見えるんでしょ、試合が、はい、最高ですね。ご飯食べながらも見られるんですよ、ね、わーいいなー、本当にね日本初がいっぱいありそうですからね、はい、うん、スポコン長崎でもたっぷりと紹介する予定なのでぜひご覧ください。スポコン長崎は毎週月曜午後6時30分から放送しています。ここまでのお相手は長崎文化放送アナウンサーの岩本忠成と、同じく NCC アナウンサーの吉永隆二でした。またお会いしましょう。さよなら、さよなら、頑張れビーファーレン、応援してます。